お疲れちゃんです。ラップルセ、今回はですね、まあ今6242なんですけど、まあ6200に到達したっていうことで、まあリプレイ紹介をですね、まあリプレイ解説の方をやっていこうかなと思います。でデッキは枯渇三重視ですね。まあテンプレですね。で前シーズンはラバでトラゲしたんですけど、なんか今はちょっと自分の中でラバで勝てないんで、まあ三種でなんとかやってますということで、まあこのリプレイをですね見ていこうかなと思うんですけど、とりあえずこれですね、一番上の相手が、まあ、ジャイウィズガゴガゴのバルキリーディガーのポイズンアップで、意外とこれ見たまんまだといいみたいななるかもしれないですけど、意外とまあ相手が甘かったかなっていうのはありますね。これはというわけで、まあ、しかも相手ポイズンなんでね、三重種からしてポイズンは美味しいです。はい、で、まあ、初手にエリポンがあるんで、エリポンあればもう100ぐらい置きますね。で、ここはもう美味しく同サイドに攻めてきてくれたので、リガーを守りつつ、このアイスゴレでガゴムレのターゲットを取ってあげて、もうこれで一気にアドですね。相手は8コス使って、逆に僕は5コス、エリポン置いて、その後5コスで守れたんで、エリポン分のアドプラスの3アドを獲得してますね。で、ここで、後ろから三重視ではなく、古書ババを裂いてからの、ここはもう、後ろから。ここで、僕あれなんですよ、さっきジャイ、ガゴムレディガー来たんで、あ、ディガーか。いや、ディガーあったわ。普通にジャイガゴムレってなって、うわ、こいつ、ジャイ三重視やと思ったんですよ。で、固めて足したんですけど、よく考えたらディガー飛んでまして、ポイズンで美味しく一掃されましたね。なんですけど、まあなんとか今までのてかさっきまでのアドがあったんで、ここは守ることができて、ここのカウンターで、うん、一気に落とすことができましたね。で巻いたこれにガゴムレ出してきて、まあ、これはザップで、でまあアドはトントンな感じなんですけど、ダメアドを取ったという感じですね。で、あいつかもポイズンなんで、ポイズンは美味しいですね。ここでエリポン置いてもいいんですけど、エリポン置かない方がいいですよ。置いた瞬間にジャイガゴの今だったらディガーされると、ダメージ受けてエリポンも壊されてるみたいなので、一回これで様子見てからの、相手がジャイで攻めてきたので、もう、防衛ですね、一気に。で、これは、ここに相手がポイズン使っても美味しいですし、防衛することができて、その分またポイズンでコス使うんで。なんですけど、ここはあれですね、まさかのバルキリーかっていう、美味しく処理されますが、とりあえずカード回してギャング使って、アイゴレ出して、いやこれはアイゴレからの三重視ですね。で別にポイズンなんで、ファイボーとかみたいに速攻性がないんですよね。ポイズン別に打たれてからでも三重視結構生きてるんで、別にポイズン打たれたところでその間にジャイを溶かせるんで、三重視は別に処理されるんで、固め出しでも全然いいですね。固め出ししかしてないですね。で、ここはもう、守って、おじいじいですね。残り10秒もう、ここでエリポンを言ってあげれば間に合わないんで、まあ、戦略的防衛エリポンですね。はい。というわけで、まあ、ポイズンには3時固め出ししても、OK という感じですね、防衛。はい、なんで、まあ、先に3時展開はいかないですね。防衛からの展開が、いいそうですね。というわけで次は、まあ、このポンピオのは、まあ、ギャングが刺さるし、これもガゴムレ防衛からのディガーをマスケに当てれば GG で、あ、これですね。ゴレトルネ嫌な雨で三重視からして、あのファイボザップとかファイボウッドザップとかってしんどいんですけど、その枯渇三種を使って一番しんどいのやめなんですよね、僕の中ではですけど。でもそのやめ持ちの相手のまあ戦い方ですね。でもザップでエリポンを回して、大体何も出してこないんで、まあエリポンですね。ここで大体もうゴレをここでこれ出してきたんで、まあまあここはしっかりエリポンいって待ちますね。でここはもう三振右に、これもどっちに1、どっちに2ってなるんですけど、どっちでもいい感じがしますね、僕的に。はい。聞き
当かよと思われるかもなんですけど、でここであれなんですよね、ちょうどこのちょっと前ですよね、ダクネがちゃんと空いて、ダクネが逆サイに釣れない位置に出してるんですけど、ここに真ん中の端前にギャング出すことによって、ギャングがん違う、ダクネがこっちに寄せられてくるんですよ。寄せられてきたのをこのアイゴルでしっかり釣って、この逆サイマスクでですね防衛するっていうのが、このゴレに対してのまあ立ち回りでですね、基本的な。なんで結局逆サイに振るんで、まあゴレを早く溶かしたいならゴレ側マスケに、で後衛を早く溶かしたいなら、まあ、逆サイドにマスケに、まあ、セパレートかな、まあ、ゴレは多分先に壊した方がいいんで、ゴレ側に2でいいかなと思います。で、まあ、相手のスペルがあれなんですよね、問題ロケットとかライトニングだった時は2体ドシャーンと壊されるやられちゃうんですけど、まあ、ここはまあまあまあ相手がトルネザップだったんでね、でここはまあまあ美味しく防衛して、でもこのベビドラがねエリポン殴ってるのが痛い。でまあこれが勝手にカウンターになって、ここはもうお互いエリポンですかね。相手もエリポンいたんで相手コストないとなと思った。このディガーですよね。このディガーもあれなんですよ、ここに飛ばしたんですけど、これ右でもいいんじゃないかと思われるかもしれないですけど、右側だとそのあれなんですよ、ゴレだとトルネ持ちが多い、トルネ持ちが多いですよ。だからキングに座れちゃうんで、まあこっち側ですね、こっち側でまあポンプ殴れないんですけど、キング起動はされないですもんで、こっち側にディガーを出すのはまあ徹底した方がいいかなと思いますね。でここはまあギャングセパからのこれ来たら一気に攻めたいで、相手がもうこのゴレもヌーブですね、これで一気に逆線攻めて、でガブムレも出してあげて、もうここは一気に落としに行きますね。ですがここでさ、いやこのヤンに打たれた時マジでしんどい、ほんとしんどいですけど、相手はもう取れねえって分かってるんで、ここはもう3子固めてあげてですね、でこの後衛をしっかりユニットでターゲット取ってあげれば、よいしょ、まあまあまあ結構ゴレバカーとトルネでダメージ受けるんですけど、まあ、30射生きるんで結局。で、これカウンターゲーミングですね。で、これは、ディガーからのザップで、コジョババの突進を入れて、あとはもうディガープラスのザップ。で、まあ、コジョババが殴ってたかな。で、残り30秒も耐えるのみで、このアイスゴレで、この逆サイに釣る、さらにまたコジョババでターゲットを取る。でさらにまたこのギャングでターゲットを取るっていう、このまあ時間稼ぎで、まあ防衛は楽に終わることができますね。なんで結構ゴレの後衛をですね、アイゴレだったり小ジョババで逆サイに釣るっていうのが大事かなと思いますね。はい、というわけで、まあ、慣れればゴレは安泰ですね。はい、ということで次は、これ人気、いやこの見習い入りの神器というか、まあ、神器はしんどいですね。僕はまだ安定して勝つことができないですね。で、これはまあバルーンもまあ、めちゃくちゃギリギリだったんですけど。で、クロスも、この相手が良くない、相手が良くなかった。で、まあ、ジャイ三子に、三子対決に、ゴレに、で、この、これも本当になんか、相手が、うんっていう感じだったんで、良くない。で、ジャイ三スペにかもられて、あー、枯渇か。枯渇、これどっちがいいんだろう。これが丁寧に守っ、丁寧なやつですね。相手が普通なプレイをしてきたやつですね。ちょいと始めは、オッケーオッケー。ということで、まあ、普通に見ていきましょう。相手が後ろからプリン出したんで、まあ、アイゴラ合わせてですね。で、ここはもう、三子で。三子にここでロケット打ってくれたら、エリポンが溜まるんですよね。なんで美味しいんですよね。なんで、あえて三子を早めに出して、ファイブだったり、まあロケットを使わせて、エリポンを残させる技ですけど、まあここはさすがにロケット打ってこもってきませんでしたね。で、ここのバルキリーはザップだけだとさすがに痛いんで、ギャングで防衛します。で、ここでエリポンですね。うん、でまあここは相手が安定して毎回ロケット打ってきますので、ここをしっかり
防衛しつつの、これがプリンで防衛されるのしんどいんで、アイスゴールでターゲットを取ります。それとこのガゴムレが意外と痛いしんどいんで、まあまあテスラだと余裕で防衛されます。で、枯渇相手には30石を刺すっていうわけじゃなくて、まあ、今だとガゴムレ、ガゴムレでも倒すみたいなのがありますね。30石はもうフェイク取りで、ガゴムレで一気にぶっ刺すのがまあ理想ですね。で、まあ、後ろから古城馬場からのですね。で、ここで3子出そうか迷ったんですけど、ギャングで行きましたね。次がまあエリポンだったんでいいかなっていう考えですね。で、まあエリポン置いたらロケット撃たれてっていうので、まあ普通な感じですね。ここまでは普通な流れかなと思います。で、まあ相手がロケット撃ったんで、後ろから三重子をセパレートですかね。で、まあ、あのプリンはディガーで処理したいんで、それまではどっちが逆サイ、ああ、このアイゴロム、ちょいとタゲ取りミスったんですけどね。まあ、ここで一回バレルを無視ですね。ここでサードを取って一気に、一気にっていうか、まあまあまあ、攻めに行きたいところで、で、もう一回リポンですね。ここのエリポンが大事。この、戦ってる最中に一回リポン置くことで、このエリポンが溜まるんですよ。で、このバレルを基本、このギャング、後ろから、城の後ろからギャング流してあげれば、基本ノーダメか、まあ一発とかで抑えられるんで、バレルに対してザップ防衛ではなく、ギャング防衛かゴムレ防衛とかユニットで防衛して、ザップを攻めに使うのはすごい大事です。からの、このディガーでプリンセス読みなんですけど、相手がプリンを、うまいですね。ちゃんと様子見て。なんですけど、これザップ。いやー、でも入らない。ここは相手がうまいです。でまあ、意外とダメージ入ってる。で、ここも、いやー、相手がうまい。ギャングで防衛からの、で、プリンセス出したんで、これガゴムレからのディガーですね。いやー、ですが、これが、もう、入る。もうザップ。もう、本当に、ただこれだけ。なんか絵みたいな、何この勝ち方みたいな思われるかもしれないですけど、本当にこんな感じで、この枯渇もじゃ、これはもう4倍ぐらいでいいんですけど、まあリポン行ってロケット撃たれます、アイゴール出して古城馬場出して三子出します、でプリンにディガー飛ばします、でしっかり城の後ろからバレル、ギャングを出して、まあ、バレル防衛で、またエリポン来ます。で、このエリポンずれたんですけど、相手がこれ調子乗って攻めていたんで、古城馬場でツリーの、アイゴルでツリーの、で、ガゴムレディガーで、その、ディガーでプリンセス読みですね。基本もう真ん中に出るんですよ。真ん中になんで、そこにディガー飛ばしてあげたら、まんまと、ジャスですね。で、2回目ぐらいからは意外と城の横に来るんで、まあ、横にリガーを出してあげるみたいな感じで、なんかほんまに、うん、ただガゴムレで勝ったみたいなものですね。なんで枯渇に対しては、まあ、リガー、ガゴムレリガーでしっかり戦っていけばいけるかなと思いますという感じで、今回はまあ6人到達、今グロ、まあ、言うて48ですね。まあまあまあですけど、言うて展開も出てるんで、いやー日本レベル高すぎでしょ、マジで本当にやばい。なんでね、もう置いていかれないように頑張ります。ということで、まあ、展開いったらですね、またリプレイ紹介したいなと思います。ということで、今回は以上になります。よければ、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、バイバイ。